どうもこんにちは、もやです。本日はですね、超獣神祭100連回していきたいと思うんですけども、普段と動画の雰囲気が違うのがですね、ちょっと外せない予定がありまして、今会社でこそこそっと、昼休みを活用して撮ってるような感じとなります。ですので、普段とちょっと動画の雰囲気が違うのはですね、少しばかし、申し訳ありません。今ですね、ゴッドストライクがあと4体で、運極なんで、まあそれを狙いつつ、カムイもですね、結構もう折り返し地点なので、カムイも集めていきたいなっていう感じです。あとまあ超獣神祭限定キャラ、欲しいのは何でも欲しいので、もうバンバン来てラックの方上げていきたいと思います。毎月恒例でですね、はい。それでは、100連行っていきます。会社なんでね、ちょっとリアクションの方もね、ちょっと小さめですけどリアクションも小さく静かにうるさく行こうかな。小さくうるさく、静かにうるさく、ちょっと難しいですね、はい。さあ、とりあえず10連目。お、早い。ガブから来ましたね。はい、静かにうるさくしてきました。はい静かにうるさく。さあ、いきます。20連戦。さあ、どうなるでしょうかね。今のところガブ1、結構いいスタートですよ、これ。今回ガバガバ説、今回ガバガバ説あるかもしれないですね。全然締めてきましたね。全然ガバガバじゃない、ちょっと締めてきたね。ガバガバかなと思ったんだけど、全然ガバってない、とりあえずまだ今のところガブ1体、他のキャラもなし。30連目。さあ、どうでしょう。やーっと、あれ渋いね。さっそうと10年目にガブが出たから、あれ今回ガバガバかなと思ったんだけど、全然きついな、これ。絞ってますね。渋めです。なんてこった。さあ、40年目。あ、止まる？止まるとは何だ？あ、水仙か。おう、持ってなかった。ラッキー。これ水仙だよね。あ、ガネーション。やった、ゲット。ちょっとあれっぽいね。あの、潜水の相方っぽいね。名前なんだっけ、あれ。忘れちゃった。50連目。40連で今現在3体。ちょっと普段よりも渋い感があるかな。お、ルシファ。お、ルシファ。ルシファ、重心が来ねえかな、4周年ね。もうそろそろ4周年ですよ。4周年だからワンチャンあるんじゃないかなと思ってないけどね、ルシファー重心化とか。でも神重心化しちゃったからなっていうね、ところではあるよね。またルシファー重心化、多分結構待望してる人多いんじゃないかなって思うんだけど、俺もそのうちの一人ですね。あ、妖精、妖精ですね。なし、コスト来ないかな。はい、なんだよこれ。なんとか玉、なんとか玉たまった、なんとか玉たまったけど、どうさ。アンデルセン、アバロ運極だからもう使わないからな。まあでも、もう一個、なんだっけ、どっちか、進化神化じゃない方、アンデルセンで適応、アンデルセンじゃない、アバロンで適応じゃない方も強いからね。アンデルセン実は超強強だよ。さあ、70かな、70ね。おつおつおら、おつおつおら、おつ、はい、おつ。超モンパス会員、ちょっと優遇してくんないかな。俺モンパス会員になったからさ、ちょっと優遇してくんないかな。確率とかダメかな。あ、最近、お、ダムス、いいダムス、マゼラ、おお、アリエス、サラスバティだ、そうそう、サラスバティ、アリエス、あ、アイリスだ惜しい間違えちゃった。もう最近もうキャラが増えすぎてね、もうおじさんの記憶力とかね、覚えられないんですよ、本当。よいしょ、80。もうどんどんキャラクターの名前が頭の中の消しゴムで消していく。キャラ名が、お、止まった。なんだ、あー、なんだっけ、
マルコポーロ、マルコポーロだっけ、パック、パックか、あれどっちだ、パックかマルコポーロだと思うよ。パックかな、あパックだ、あパックだった、危ない危ない危ない、ボケ防止ボケ防止。ラストラストです。さあガブリエルとガブリエルとルシファーだけで終わるかな。ゴスト、ゴスト、カム、カム、ゴスト、カム、いやーダメやんけ、はい、ちょっとシングルでちょろちょろ回していきます。したあと6回分があるし、伸び行こう。いやー4周年どういうガチャが来るんでしょうかね。あの属性ガチャみたいな選択のガチャが来るんでしょうかね。あれ結構暑かったよね。俺去年全然寒かったんだけど、あらららら、シンドバッドあ、じゃねえや、ロミオだ。いつも間違えんだ俺、これロミオだ。あれって、シンドバッドとロミオいつも間違えんだよ。シングル出る説来ないかな。なんかシングルの方が出る気がするよ。ああ、ああスネーク、リキッドスネーク、ダメか。ゴストが一番やっぱ欲しいんだけど、3万じゃ出ねえか。ゴスト、ほらおいで、ほらメイ、あ違うエリザベスだ、危ねえだ、超間違いまくってる、ニアミス多すぎでしょ。メイじゃない、エリザベスダメだ、記憶力がにわかって言われちゃうねこれね、またね、うん、あ惜しい。ハッカーですね、ピザ屋さん、ピザアプス、あと2回、プッ、さあ来るかね、ダメか。やっぱでもシングル出る説あるな、2回ちょちょんって出てきてくれた。ラストこれ、あいつもより速かった球が、これ確定だ、うん、球の速度だよね、確定がね、まあ、特にないんですけどね、はい、特にありませんね。いやーゴースト来なかったか。結果見てみよう、結果ですね、取得順で見るかな、取得順で、106連したのかな、106連で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14体、106連して14体、まあまあまあ確率よりは良かったっていう感じかな、うん、いや本当は欲を言うんだったらゴストが全然欲しかったんだけど、これでルシファーとかもどんぐらいいったんだろう、ちょっと見てみようかな。とね、属性にしてルシファー、入れてるっけ、40だから、カオルシが混ぜれればな、うん、ルシファー50、ガブも結構いってるぞ、ガブも近いか、近くないんだよな、近そうで遠いんだよな、これ、40って、50、60、65、あガブ65だ、わお、ワンチャンあるかもしれない、ワンチャンあるぞ、ダヌスは全然ですね、ノストラさんはですね。モストラさん3体です。あでもミシンカ欲しかったんだ俺、ダムスのミシンカがすごい欲しかったから、これミシンカ育てよう、ミシンカに身につけて、で劇重心祭限定キャラ、あじゃない劇じゃない、超重心祭限定キャラのミシンカ隊を作りたかった、これでミシンカ隊ができるぞ、やったちょっと嬉しいちょっとだけ嬉しい。こうミシンカね強いんですよ、特にガブとこれね、ガブルシ、ルシね、そんな強くないんだよね。ルシ強くない、ダムスめっちゃ強い。
ダムスのミシンカめっちゃ強いんですよ、ね、ダムスでかな、これかほら、おお、これでできるじゃん、ミシンカタイガー、超ちょっと嬉しいぞ。これがね、ノア弱いんで、ノアね、あ、ノアね、弱そうに見えてね、20ターンね、号令だからね、強いんですよ。20ターン号令の SS と、あとね、5属性、その全属性サークルっていうのがね、結構強いんだよね、意外と。これ絶対強いでしょ、トライブパルスが入ってるからね、これ絶対強い。やった、ダムスちょっと嬉しい。はい、ということで、今回の超純真祭100連の結果、こんな感じとなりました。はい、皆さんにいいキャラが来ますように。はい、ご視聴いただきありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。それでは、バイバイ。